other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.斉田よしこです。Fly Me to the Moon 第2回目になります。皆さんとね、一緒にこの曲を練習していきたいと思います。じゃあ今回の歌詞はこんな感じです。早速やってみましょう。In other words、 これは、前の Jupiter って音と同じです。Other words、 これは ER と OR で、スペルが違うから発音が違うのかなと思うんですけど、同じなんです。 Er って音です。なので言ってみましょう。 In other words、 これも TH ですからね、つきましょう。そして次は Hold my hand、 で次は In other words、Darling, kiss me。 この Darling なんですけども、これは Stars, Mars と同じ音です。なので、Darling, kiss me。 よし、今回は短いですね、やってみましょう。今度は男性のキーでやってみましょうね、男性のキーといってもね、もしかしたら、女性も裏声で歌う方はこのキーでもいいのかもしれない。 In other words ってなんか女性の裏声のキーだとしたら、男性は In other words Hold my hand、なぜか私は男の声まで出てしまうんですけども、言ってみましょう。じゃあ男性の方、私と同じ音域ですよ。 In other words、 One, two。 In other words、 Hold my hand。では何度でも繰り返して、ここをやってみてください。さあではここで、今まで一番最初から第1回目のところから続けて、やっていきましょう。せっかく、男性のキーがねまだ耳に残ってますから、男性のキーからやりましょうか。じゃあいきます。イントロから、イントロでたっぷり、心の準備をして、Fly Meのラーがたっぷり歌えるようにしましょうね。いかがだったでしょうか。歌えたかな。じゃあ今度は、
女性のキーでやってみましょう。 Fly me to the moon となりますね。じゃあいきます。イントロからたっぷり気分を乗せていきましょう。何度でも繰り返して歌ってみてください。ではまたこれから3回目4回目と続きます。ぜひまた覗きに来てください。どうもありがとうございました。斉田よしこでした。